さて台風19号による被害が各地で非常に大きくなっています。今回の台風では1都11県に一時大雨特別警報が出されました。この特別警報、秋田ではまだ出されたことがありませんが、もしも出されたときにどんな対処をすべきなのでしょうか。水に浸かった状態の新幹線車両です。取り残された住民がまだいらっしゃいます。決壊した吉田川の濁流が今流れ込んでいます。東北の太平洋側に大きな被害を残した台風19号。 ANN のまとめではこれまでに60人以上が亡くなったことが分かっています。今回の台風19号では関東や東北などの広い範囲に大雨特別警報が出されました。特別警報は重大な災害が起こる恐れが著しく大きいときに出されます。前の秋田地方気象台の台長で取れたて気象キャスターを務める和田光一郎さんは、気象台が特別警報を出すときは非常事態を宣言するようなものと話します。取るべきなのかということなんですけど、特別警報が発表されるときはもうすでに重大な災害が起こりつつある、あるいはもう起こっているという可能性が高いので、直ちに命を守る行動を取っていただきたいと思います。大雨特別警報が出されたときにはすでに避難を終えていないといけません。大雨警報が出され、さらに気象台が大雨特別警報を出す可能性を会見などで話すケースがあります。ただ和田さんによると、今回の台風のように事前に進路などが予測できる場合と違い、急速に発達した前線などで大雨になる場合は特別警報が出る可能性すらわからない場合もあり得ると話します。具体的には2013年の8月8日9日の大雨ですね。この時は記録的な、これまで経験したことのないような大雨が降って甚大な災害が起きたという事例でした。2013年8月に特別警報の運用が始まる直前に県内を襲った記録的な大雨、運用が始まっていればこれも特別警報に準ずる大雨でした。急速に発達した前線により県内各地で大雨になり、仙北市では土石流が発生し犠牲者も出ました。特別警報は仙台管区気象台時代に特別警報を知ってもらうための CM を手作りした和田さん。どんなことをすればいいでしょうか。特別警報を正しく理解して避難のあり方も各自でイメージを持ってほしいと考えています。ある時に発表される情報、呼びかける情報ですから、その段階で状況によっては夜間移動することがかえって危険な場合がありますので、そうした場合はですね、むやみに移動するということではなくてですね、自宅の中のより安全な場所に移動するという、その中で最善の命を守る行動を取るということが大事になってきます。特別警報は気象に限定すると大雨のほかに暴風、高潮、波浪、大雪、暴風雪があります。秋田の場合は冬に低気圧が発達して大雪などになった時にも出される場合があります。自分の命を守るためにも特別警報を正しく理解していざという時に備えてください。